何の音？わからない。すぐにここを出て確かめよう。雷帝の槍の充電は現在充電は 30% 完了しています。どうしよう、まだ半分も充電が終わってない。仕方ないわ、心もとないけどこのまま持っていく。行きましょう。今のは何の音だ？冥府の方から聞こえてきたな。おい、雷帝の槍の充電は？現在、充電は 30% 完了しています。チッ、燃費が悪い上に充電も遅いときた。すごい振動だ。室内にいると危険です。外に出ましょう。まあ、何もないよりはマシか。槍はこのまま持っていく。行くぞ。何事です？外から轟音が。まさかまたタイタンか。雷帝の槍の充電は現在充電は 30% 完了しています。まだ3分の1しかエネルギーが溜まっていない。それでも何もないよりはいいはずだ。持って行きましょう。わかった、行こう。これは。すごい正気だわ。まさか冥府の門が開いたの？ビル、トランシーバーの呼び出し音が。こちら第一タワーのビル、どうぞ。第二タワー、レオナだ。第三タワー、リドル・ローズハート、どうぞ。よかった、全員つながったね。こちら管制室。一体何が起こっているの？どうぞ。冥府の門が開き始めた。ブロッド濃度がさらに上昇を続けている。タルタロス仮想フロアにとどまるのは非常に危険だ。今すぐ離脱せよ。今すぐ離脱と言ったって、何時間もかけて降りてきた階段を駆け上がれっていうの？突貫工事だが、なんとか数台のチャリオットをオルトの制御下から切り離すことに成功した。今はそちらに3台のチャリオットを向かわせている。それに乗ってくれ。さすがは世界トップレベルのギーク集団だな。褒め言葉として受け取っておこう。ファントムとブロッドの流出を食い止めるため、現在タルタロス第6層と第1層にて署員が非常用ハッチを手動で閉鎖作業中だ。君たちが脱出次第ハッチを完全に閉鎖する。至急脱出願う。見て、チャリオットが来た。あんたたちすぐに乗り込みなさい。なんだあれは。リドル、どうかしたの？下を見てください。何かが冥府の門から出てきます。何かが這い出してきた。あれはファントム？違う、あれはイデア。おっしゃる通り、僕だよ。あんた、その姿は。どう、いい趣味だろ。もうね、最高の気分。オーバーブロッドってこんなにスカッと爽快な気分になれるものだと思わなかったっす。これで拙者も SSR 前代未聞の問題児の仲間入りってわけ。
冥府の門からどんどん正気が吹き上がってくる。なんて濃度だ。はあ、君らはちょっとムカムカするかもね。でもオーバーブロッドしていればデバフはバフに変わる。ってわけで拙者は今バフモリモリのアタックマシマシ。君らにもう勝ち目はない、ご愁傷様。それじゃあ始めよう。ゲームセットマッチ、ゲート2アンダーワールド。門がさらに開いていく。今の呪文、まさかリデアのユニーク魔法の効果は冥府の門を開くぞと。イデアから溢れたブロッドとつながっている。おそらくイデアのファントムよ。でもただいまって、それにこの声どこかで。わからない、僕だよ、ボルトさん。なんですって。どう、僕大きくなったでしょ。名義で友達になったみんなが僕をこんなに大きく育ててくれたんだ。小麦に宿った呪いは僕を強くしてくれる祝福だった。僕は冥府に充満したブロッドを体に取り込み燃やし続け、ついに冥府そのものになったのさ。やっと出られた。暖かい、暖かい、長かった。この時を待ちわびた。大量のファントムが結合し巨大な姿を形作っているのか。信じられない、あのまがまがしい姿をしたファントムがオルトだっていうの。ちょっと待って、見てほら、オルト君の肩のところ。あい、石、暗い石。なんてことだ、まさか冥府に迷い込みオルト君に取り込まれてしまっていただなんて。引き剥がさなきゃ。でもどうしたらいいんだ。どうもこうもないわ。ここであいつらを食い止めなきゃグリムも戻ってこないし、私たちの普通の生活も戻ってこない。でけえの以外にも次から次に冥府からファントムが湧いてきやがる。非常用ハッチを開閉している商人たちはほとんどが実戦闘員。大量のファントムに襲われたらひとたまりも。せーの、引けてくれ。いけない、スタッフの皆さんが。ビル先輩、レオナ先輩、チャリオットで上層部へ向かい彼らの救出を。イデア先輩とオルトは僕とアズールが足止めし時間を稼ぎます。それしか方法はなさそうね。レオナ、あんたは第6層へ、私は第1層へ向かうわ。ったく、どくせえ、ひ弱なインパラらしく隠れてやいいものを。余計な手間増やしやがって。頼んだわよ、リドル、アズール。まったく、対価も決めずに一番危険な役を引き受けるなんて。雷帝の槍の充電だって十分じゃないんですよ。
そんな悪態をついているけど、君だってこれが最善策だと分かってるんだろ。ねえ、万が一僕らがヘマをしても、あの先輩たちならすぐさま次の策を展開できるでしょうからね。よろしい。では僕が砲手で君が操縦手だ。さあチャリオットに乗り込もう。ちょっと待ってください。僕が運転担当ですか？僕は運転免許を持っていないからね。私有地内だから気にする必要はないだろうか？そんなの僕だって持っていませんよ。大きに乗るのだってやっとだって言うのに、いきなり見たこともない乗り物を操縦しろだなんて、無茶ぶりも大概にしてください。大丈夫。魔導ビークルチャリオットはホウキと違い、進行方向にハンドルを切るだけで自動でバランスを取ってくれる。よっぽどのことがなければ転倒しない。マジカルホイールと同じだよ。はい、急いで。マジカルホイールなんて人魚である僕にはホウキより馴染みがありませんが。こんなことなら教習所に通い、魔導者免許を取っておけばよかった。そんなことを言ってる場合か。オルトがタルタロスの壁を登ってきた。もうすぐそこまで来てる。もうどうにでもなれだ。リドルさん、振り落とされないようしっかり捕まって。あ、行こうアズル。ファーストステージは遠隔アタッカー&ヒーラーコンビが相手か。さあオルト、張り切って行ってみよう。僕らは自由を手に。全力でかかってきなさい。どうしてやろうかしら。面白い。役に立ったよね。おふざけはここまでにしましょう。リリア、光栄はわしに任せよ。ビル、見かけ倒しだ。始末しよう。よし、くらえ。おっと、さあ見てなさい。奇策を取ろう。感謝なさい。始末しよう。それが本当に鬱陶しいな。たわいない。いいだろう。しょうがねえな。甘いよ。言い訳はなしね。俺の勝ち。